翼を広げて。前回の続き。これで飛べるのよね。ああ、飛べる。ようやく完成したか。トレーラーの中で機体が擦れたりしないよう、ちゃんとチェックしとけよ。よし、じゃあ行くか。助手席はハバネさん、あとは荷台に乗り込め。お前ら、手を貸してやってくれ。準備はいいか？オッケーだよ。よし、出発だ。
達也。よ、アマネ。すまないな、手伝ってもらって。なーに、いいってことよ。あいつらのためならな。うん。それに、俺だって無関係じゃないだろ。何せ OB なんだからな。そうだったね。本当はこいつが飛ぶところを見ていきたいんだが。これから仕事なんだ。見て欲しかったな。大丈夫だ、ここで飛べばうちの工場からも見える。絶対見ててね。ああ、だからしっかりやれよ。風に気をつけてくれ。そよ風程度でも翼は揚力を発生させてしまうからね。チェックを始めるぞ。
工具は揃っているか？全部あります。車輪の空気、ピトー管詰まってないか？大丈夫よ。それからじゃあ次はポジティブコントロールチェックだ。右エルム。オールオッケーです。じゃあ今度は葵くんが後部座席に乗ってくれ。フラップ、ダイブブレーキもバッチリよ。ああ、今日は風も穏やかで、テストフライトにはちょうどいい日だな。だから怖がる必要はないぞ。きっと
まくいくからな。怖がってるの、アマネちゃんでしょ？風がないとグライダーは飛ばない。そういう意味じゃ今日はフライト日和とは言えないな。ちょっと小鳥、どうすんのよ。いや、どうって言われても。よし、今日は中止にしよう。組み立ての練習ができたんだからもういいよな。こら、何言ってんの。ここまで来たら普通飛ぶでしょうが。いや、君たちはまだ初心者だから知らないだろうが、グライダーのフライトには本来もっと荒れた日の方が。アマネちゃんがビビってるだけでしょ。そういう時は手のひらに一手字をたくさん書いて飲み込めばいいのよ。やだ、そんな迷信信じないぞ。大丈夫ですって。風が穏やかな方が安定して飛べるだろうし。やだ、怖い。しょうがないわね。アギャ、アオイくん。すみません、アマネ先輩。やめろ、離せ。人、こんだけ書けば十分でしょう。それでどう？少しは怖くなくなったでしょ？鼻が。
かしら。天音先輩の鼻が縮んで美人が台無しになったらどうすんの。ありがとう、みんな。少しだけ勇気が出たよ。よし、成功ね。うだ。ぐは。先輩は私のアイドルなんだからね。うだだ。最初はフルパワーで、機体が地面から約30度に達したら、徐々にパワーを緩めていって。ふんふん。オッケー、わかったわ。それじゃ、離陸準備に入ろう。
シートベルトをしっかり締めてね。ペダルに足は届いているか？動かしにくい部分はないか？キャノピーがロックされているか確認してくれ。先輩、レリーズのチェックをお願いします。OK です。大丈夫。怖くない、怖くない。みんなが作ってくれた翼は、私のなんかよりずっと優れている。だから、大丈夫。さっき小鳥が恐怖心を追い払ってくれたし。でも、いざとなったら頼んだぞ、葵くん。準備いい？
行くぞ、葵くん。行ってこい！上昇するぞ。葵くん、平行策を確認してくれ。離陸成功だ。
慨深いものがあるわね。あ、ロープが降りてきた。回収しとかなくちゃ。見ない方がいいぞ。怖いからな。しまうじゃないか。すごいな。